もうやらかすのはねもう時間の問題だと思ってましたずーっと僕は傍観者でしたけどもうこの12年ね彼のもう別にフォローしてるわけじゃないけど回ってくるね Twitter とかね YouTube 見て回ってくる動画を見るたんびにもう思ってたこうなることはもう予想できてたはっきり言ってねでも今まで僕が見てた彼の動画っていうのは一線超えてなかったんです うん、ある一線を越えてなくて僕としてはただ気持ち悪いなと思うだけだだけったたんですねただもう今回ここ最近の彼の投稿動画行動っていうのはもうあまりにももう振り切ってるレッドゾーンだと、うん、いうことで僕は今回ガツンと言いたいでガツンと言いたいのは彼だけじゃなくて彼をいまだに信仰してる、ね、彼にいいぞもっとやれとかね思ってる えー、信者の方々にもうちょっと僕は今回ガツンと言いたいなと思います彼含めねうん誰のことか言いますスイスの変態お前だよメロンパンメロンパンね皆さんご存知でしょうかメロンパンっていうのはですねスイスに住んでるアニメ系 YouTuber 兼アニメ系ツイッター,ラーでございます で彼がやってる投稿動画のスタンスっていうのがまず変態的なアニメのワンンシーンを切り取り取ます。で、それをまあ動画にするんですけど、まあ、その時点でまあアウトですね、まあ、それ変態的なシーンを切り抜いてその例えばスクール水着でお尻を振ってる女の子のアニメそのコスプレをして男ですよスイスの,あのメガネのね坊主の男の子な,男なんですけどおじさんなんですけど その全く同じスクール水着のコスプレをしてローション塗りたくってなんかお尻を振るみたいなねそういうのが彼の今までのスタンスでそれを見て僕は確かに気持ち悪いとは思いましたけどその気持ち悪いっていう感情は同族嫌いとかムカつくブチブチね何してやりてえとかは思いません 同族嫌悪のやつ気持ちいいっていう僕だって抱き枕に個別でキスします。個人的にキスします、ね。動画関係なくキスもします。当然。で、キャラクターを愛してる。愛してるよって毎晩言います。そのぐらいします。当然なこと。ただ、もう今回、この先日彼がやった行動っていうのは、それがなかったなと思って。うん。気持ち悪さに迷惑行為。まあこれ彼の今までのことなんですけど、まあオタクって、 迷惑じゃないですか。まあ基本的に。迷惑だったり、あのー、はっちゃけたりするじゃないですか。ラブライバーがなんか隣にね、入った男の子を蹴り飛ばしたりとかね、そういうのあるじゃないですか。そういうのあるのはわかるんですけど、オタクが本当に一番やっちゃいけないことって、犯罪とかじゃなくて、こういうことだと思うんですよね。キャラクターへの 愛を忘れてしまうキャラクターを軽視するような行動キャラクターアニメに敬意を表さない行動っていうのは最もオタクがやってはいけないことだと僕は思ってるんですねオタクの心を忘れてしまった彼の行動を今から話しますもう本当に腹渡に煮えくり返った行動なんですけどそれを今から僕は話しますありのままそれが果たして オタクと呼べるのか皆さんにもご判断いただきたいなと思いますまず皆さんフィギュアありますよね家にもう好きなキャラ大事なフィギュアがあるはずですにゃんタイプの限定春日フィギュアこれ10年以上僕が大事にしてるものですパンツも真っ白のまんまですこの大事にしてるフィギュア 彼がやった行動まず溶き卵を作ります溶き卵にフィギュアをくぐらせますパン粉をまぶしますフィギュアに鍋にたっぷりの油を入れて火をつけます1 8 0 ° 180度の温度になったところでフィギュアを入れます 天ぷらを作ります食べます上って言って吐きます <laughs> <laughs> ブチコ彼が見てるアニメ彼が持ってる抱き枕彼が貼ってるポスター見るたんびに思う 彼は本当にアニメが好きなんだなって。にわかでやってる、ただね、目立ちたがりで動画出してるね、にわかアニメオタクじゃないなっていうのはね、はっきり言って分かります。うん。分かってると思う。だからこそ、彼のやってる行動っていうのはガチ感があって好きな人っていうのは多いと思うんですよ。だからこそショックなんですよ。彼がやる,やることがショックなの、僕は。 だってもう散々アニメオタクとかさオタクはバカにされ続けたりとかなんか嫌がらせ受けるじゃないですかいつもコミケでさあの胃の一番始発ダッシュしたら逆走でタックルするバカがいたりとかあとなんだあの YouTube でさなんかもうこれの皆さん見ないでほしいんだけどフィギュアをねアニメフィギュアをプレスしましたみたいなクソみたいな動画上げやがってさあのね悪意のある人間が悪意を持ってこちら側に接することなんか今までたんざってきたじゃんそれは別に もうどうでもいい。バカは。バカはほっといていい。あいつらがバカっていうのはもう世間的に見てもバカってわかるから。うん。世間的に見てもバカがバカやってるってわかるからいいのよ。ああいうのは。ほっときゃいいの。見ないことが一番の彼らへの弾圧。反抗心になるわけ。ただ、メロンパンは違うよ。メロンパンは本当にアニメが好きでやってるオタクだから、いろんなアニメオタがね、フォローしてるし、彼の動画を見るわけよ。で、外国人、 外国の人のアニメオタク代表みたいになってるから外国の人も見るわけ。そこでね、あの行動はないわ、さすがに。で、彼はもうブレーキが外れちゃってんだよ。うん。この2年1年は、まだね、気持ち悪いだけの動画で収まってたのに、もう本当にね、不快感を与えてしまう動画になってる。ブレーキをね、聞かせられないの。そのブレーキになってたのが、彼を好きなね、彼をずっと見てきた視聴者さんなんですよ。本当はね、僕でもなくね。 なのに彼のその天ぷら動画を見て美味しそうですねとか塩でいっちゃう派ですかとかいうわけのわかんないコメント返してもうどうしようもねえだとそれが彼を今回の大事件に発展させましたメロンパンは先日安倍首相とトランプ大統領に2次元の女の子の反乱の画像をダイレクトメッセージで送りつけましたそして 彼はブロックされました。当然のようにね。もちろんそうだ。ブロックされて、それを自慢するかのごとくツイートしてます。読ませていただきます。トランプのとっつぁんに続いて、安倍晋三君にもブロックされちゃった。偉い人って、やっぱ半裸の女子の画像は送りつけてもあんまり喜ばないんだな。笑。 日米トップが最も恐れた男女子の画像で日米同盟を強める男日米安保条約はいメロンパンファンの皆さんもう今更遅いですよこのメロンパンツイートに対する返信集団的自衛権未来の教科書の1ページ決まりましたねトランプのとっつぁん好きです後でこそっと裏垢でフォローしてくるから安心してこれは国家レベルの案件だねここまでバカはいこっからですメロンパン戻ってこいと 一昔前の一般人に迷惑をかけるダメなオタクと化してるぞメロンパンと。はい。スイスの変態紳士だったっけトランプと安倍からブロック食らったのも声高らかに宣言してるやつ。あれ、普通にキモいやろ。みんなはなんで面白がってるんやアニメの真似してバカやってるだけなら好きやったのにがっかりやわ。持ち上げられたから調子に乗っちゃったな。いや、迷惑かけるとか、そんな次元じゃなくて。 うちの阿部ちゃんにね、半裸の女子の画像を送りつける、ブロックされる、今、どんどん国会でさ、アニメの虹、虹アニメのね、女の子の反乱を規制しようっていう流れがね、来てんのに、今、ローゼン・メイデン大好きな麻生さんがいるからだよ、大丈夫なのは。どうすんの、麻生さん、78歳、死んじゃったらどうすんの、明日、あさってに。規制なっちゃうよ。10年後、20年後、半裸の女の子見れなくなっちゃうよ。 いい加減にしてくれと。だからみんなね、もうちょっと器具持った方がいいですよ、こういう行動、本当に。だからね、好きな人、彼を好きな人、応援してた人がいるとしたら、彼にガツンと言ってあげてください。のんノんだよと。それ、ジャパニーズギャグ、のんノんだよと。ハマってないよと、それ。間違ってるよと。言ってあげてください。欧米乗りとかね、そういう事件じゃなくて、もうね、彼はね、調子に乗りまくってるの、今。ガツンとちょっと冷や水をね、かぶせてください、皆さんが。 はいで、個別にメロンパンにメッセージ。ツイッターのヘッダーのレムを木に縛り付けてる画像。一日待ってやる。速攻帰ろ以上。ああ <music>、外見て,て仕事、私、行動しろ。外見て,て仕事、私、行動しろ。